さあ、まあ、同じその病院つながりの話なんだけどね。お、はいはい。平成25年の秋口だったと思うんでね、9月ぐらいだったんじゃないかなと思うんだけど。はい。とある、割とその、大手の企画会社から要請をいただいて、で、ある、その怪談系の DVD にゲスト出演でお願いしますとこう言われたわけ。はい。で、その DVD の、内容っていうのは、もう今本当にこう、売り出し中の芸人さんたちが何人か集まって、まあもちろんその怪談をできる系のね、芸人さんたちが何人か集まって、それぞれが、それぞれの自分の持ちネタをこう、ひけらかしていくっていう、そういう企画だったんだけど、そこに俺はほら芸人ではないので、だからあくまでもその一人の怪談師として、ゲスト出演お願いしますってこう言われたのさ。それで、まあ、実際にその住所と、それからそのスタジオの名称といただいたものを持って、当日、まあ、そこへこう、向かうんだけど、まあ、俺自身もちょっとそのスタジオってのを調べてみようと思って調べてみると、なんとかな、割といろんなホラー映画であるとか、ホラー系のドラマであるとかでもって今まで使われてたみたいで、うん。うん、もう廃墟スタジオみたいになってんだね。ああ、はい。それで、まあそこで、収録をするんだっていうことだったんだけど、なんかやっぱりね、なんかその幽霊が出る的な噂があるのよ。うん。うん。まあだからそれを、こう、知ってか知らずかっていう感じでね、そのホラー系の映画なんかはおそらくそこ使いたかったんじゃないかなと思うんだけど、で、撮影当日ってロケ場所に、まあ俺は直接車で向かうからっていうことを言ったってので、ナビに住所入れて、それで、実際にそのピンポイントでここっていうのが出たから、そこへ向かうんだけど。で、現地に着いてみて、まあ、高速降りて、現地着いてみて。で、ここを見るんだけど、スタジオらしいもんなんか、どこにもないんだよね。うん。で、どこにもねえじゃねえかと思って、まあ、ちょっと車邪魔にならないとこ置いて歩いてこう見てみるんだけど、何々スタジオなんて書かれたの、一つもないのよ。うん。なんだろうな、これ、もしかしたら、完全にそのスタジオっていう体ではなくて、こうただの廃墟なんじゃないのかなと思い始めたのね。ああ、はい。うん。で、ひょいってみたら、普通にやってる病院があるだけで、で、まさかこれってことねえだろうなと思って見てたら、そこからね、なんていうの、その関係者の人が出てきてさ、おお。うん。ああ、負けた負けた。こっちです、こっちです。って言うのよ。はい。ほんで、って言ったら、その病院がもうスタジオなの。ああ。うん。なんとか病院ってもう看板もついてんだよ。はあ、はあははあ、なのに、そこ病院としてはもうやってなくて、もう完全に中は病院系の廃墟スタジオなのよ。あ、そうなんですね。廃墟は廃墟なんですね。廃墟は廃墟なの。うんうん。うん、まあもちろんね、スタジオとして使われてるわけだから荒れてはいないんだけど。ああ、はい。うん。だけど、まあ要は、廃屋スタジオしたらいいのかな。そんな感じになってるわけよ。雰囲気ありそうですね。そう、まあ半端じゃなかったよ。古い病院でさ。ああ。でも、割と高さのある建物だったから。はい。エレベーターが使えないから階段で、息してくれって言われたのかな、確か。ああ。うん。ほんで、もう本当に、まあびっくりしちゃって、まあそこ、スタジオだっていうことで、まあそこにある、こう、併設の駐車スペースに車を止めさせてもらって、はい。で、まあその建物の中に、足を、初めて踏み入れたわけだよね。うん、うん。だからもう内部はもうね、なんていうの、中身ってのは、もうそっくりそのまま病院の状態を維持してあるのよ。おう、受付からなんかナースステーションから全部そのまんまその病院としての体が生きてて。はい。まあ、ある意味、病院関係の撮影以外では使えない感じだよね。だからね。ああ、もうじゃあ本当に病院なんですね。そう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 。
そういう建物って、匂いは廃墟の匂いなのか、病院の匂いなのか、どっち寄りなんですか？それがね、はい、おそらくだよ。おそらくこれはその雰囲気を出すためだとは思うんだけど、はい。病院内に、昔の病院内であれば当たり前に漂ってた匂いって今の病院ってあんまりしないじゃない？ああ、はい、はい。うん。要はクレゾールの匂いなんでね。はあ、クレゾール。うん。クレゾールっていう、その、クレゾール石鹸液っていう、うん、その消毒液があって。はあ、はあ。うん。それって、なんか、バケツに一杯キャップの水に対して、キャップに半分ぐらいかなんかをタラッと入れてこう混ぜると、うん、それがもうその消毒液になるって子供たち、俺たち幼稚園の頃って、冬になってインフルエンザなんか流行る頃になると、それで手洗わされたんだよ。はぁ。うん。それで、石鹸液とは言うけど別にこうぬるぬるはしないんだよね。はぁ。で、そのクレゾールの匂いがするんだよ。うわ、久しぶりに嗅いだな、この匂いと思ってさ、なんか、もう最近なんかだともう、本当にセイロガンぐらいでしかその匂いって確認できないからね。ああ、セイロガンね。うんうん。似たようにするんだよ、セイロガンも。はい。ほうでもう、建物の中っていうのは、本当に全くその補修であるとかなんかっていうのは、施されてなくて。はい。もう、すすけたらすすけたまんま、もう汚れたら汚れたまんま、なんか地震でこう揺れてひびが入ったら入ったまんまみたいな感じさ、もうね、はい、本当に。はい。うん、だからもう、しかも壁なんかにはその病院が当たり前にこう病院として、まあ、運営されてた頃に貼られたんであろうポスターとかがそのまんま残ってんのよ、本当。で、スタッフさん来てくれて、で、中のね、内部のスタッフさんも、来てくれて、ああ、パンキーさん、お疲れ様です。いや、控室2階になってますんで、ご案内しますって言われて、で、こう連れて行かれたところってのはさ、控室とは言うんだけど、なんてことない普通の病室なんだよね。病室。病室、病室。完全なる病室。ああ。うん、要はその入院するための患者さんたちがね、4人ぐらいで入るような部屋なのよ。で、中村さんのね、ファンキューさんの収録はとにかくまだもうちょっと先になるので、ここでちょっと休んでてくださいって。うん。で、もしあれだ、退屈でしたら、館内ちょっと見て歩かれたらどうですかと。なかなかちょっと、あれですよ、凝った失礼になってますよ、なんて言われて。ああ、そうなんですよ。ああ、わかりました。で、じゃあちょっと後で拝見します、とは言ったんだけどね。はい。んで、とりあえず、一旦、控室に荷物を置いて、うん、ちょっとよ、見て、あれ、見ようかなと。まあ、なかなかこんな機会もないからな、と思って、プラッと出たのさ。で、他の芸人さんたちの収録っていうのが、その地下で、行われてるっていうのに聞いてたから、はい、なるべくそれ邪魔しないように上の階へと続く階段をこう、登りかけたよ。はい。そしたらそこに一人の、こう、前からね、看護師さんがこう降りてって、まあ、なんていうの、あの頃の、もう、こういう、ピッとこう帽子をつけたね。うん。看護師さんが降りてきて。で、俺とこう、すれ違いざまに、すごい、なんか、すれ違いざまに、なんていうのかな。すごい鋭い、こう、見つきで、キッとこう、睨まれたのさ。ね、でも、だけど、その顔にはもう、うわっとこう特殊メイクがされてあって、要は特殊メイクって言っても、こう、頬骨をちょっとこけさせるであるとか、はい、目の周りをちょっとこう、落ちくぼんだようにこう見せるためであるとかね。そんなようなそのメイクがされてて、で、真っ黒な髪、そんな帽子をちゃんと被って、ちゃんと制服を着てるにもかかわらず、髪はザンバラみたいな。なんか、え？こんなこと言っちゃなんだけど、なんか安っぽいホラーゲームのキャラクター見てたなと思ったのよね。まあ、リアリティよりも怖さですね。うん。だから、それがその仕込みとして、まあ、映像のどっかの場面でもって、うわって出てくるとかって、そんなのやるんだろうなって。俺の時には絶対やってくれんなよと思ってたんだよ、俺。見ちゃってますもんね。うん。かといってさ、まあ、ね、まあ、その人もその女優さんなのか、エキストラってことはないと思うんだよね。あそこまでのメイクされてるんだから。
だとすれば、ね、そこそこの、例えばプロフェッショナルなんだろうから、現場でもってそこでばったり会った。その階段ちょうど折り返し地点でもって、本当にポンと出くわしちゃったから。で、まあ、向こうも驚いてるかもしれないけど、俺の方が驚く確率は高いわけじゃない、正直言って。はい。でしょな、にもかかわらず、あんな、なんだ、睨まれる覚えねえなと思ったけど。うん。で、まあ世の中にはいろんなのがいるなと思いながらまた階段登ってったの。はい。で、その一つ上の階に着くと、まあ3階だよね。で、そこがね、もうまるで別世界なのよ。その下の階とは。うん。建物自体が、その完全防音が施されてある、かのように、3階に着いたとなんで、それまで普通に聞こえてた、すぐ近くに首都高通ってるからさ。ああ、はい。うん。それとやっぱり中にはうるさい車がいたりするじゃね。はい。それと普通の車が走る分には大した影響はないんだけど、ちょっとこう、マフラーのでかい音の車なんかが通ったりすると、わーって聞こえたりしてたのよ。うん。だから俺、スタジオとしてはどうなのこれって。ねえ、そのたんびにカットになっちゃうじゃない、だって正直言ってさ。はい。そう思ってたんだけど、3階に着いた途端ね、おそらくかなりその秀逸な防音がされてるかのようで、まるでキーッと耳がこう詰まるぐらいに静かなのよ。いやー、それにしたって階を一つ隔てただけでこんなに違うもんかなって、その時ちょっと思ったよ、正直言ってね、俺はね。だって階段なんかさ、ドアがないわけだから、イケイケでもって素通しじゃない？はい、そうですね。うん。で、全く何も聞こえないっていう、そんな状況だったんだね。それで、うん、まあ、まっすぐこう階段、廊下がずっと続いてるので、その廊下をずっと歩いていくと、こう T 字路になるんだけど、その T 字路になったところに、レイヤー室って書かれた一室があったんですよ。ああ。でもさ、普通3階にレイヤー室はないよ、絶対に。あ、そうですね、確かに。ないないない。はい。だから普通はもう、まあ、常識ある病院であれば、地下に作るっていうのがもう大体当たり前なんで、うん。ああ、だからこれ、撮影用かなんかにこんなところで作ったんだろうなっていうふうにこう思ったんだわ。ほんで、なんか全部見て歩いていいっていうことだったから、ちょっと見てみるかなと思って、ガチャッとこう、内部覗き込んだろ。はい。そしたら、これ、おかしいなと思ったんだよ。っていうのは、外から見たときは、レイヤー室って書かれた、こう、扉があって、こう、観音で開くようになってんだけど、でも、片っぽの方は、こう、缶が入ってるみたいと思って、片方だけが、こう、開く感じだったんでね。うん。その両側には窓がついてさ、こう、すりガラスみたいな窓が。その窓を、外側から見たときには、その室内に、こうこうと明かりがついてたのよ。ああ。だけど、今ガチャッと開けて中覗いた途端真っ暗なんだよ。へぇー。で、おかしいな、今絶対ついてたよなと思って。なんだろうな、気持ち悪いな。で、こう開けると真っ暗でしょ？だ真っ暗なんだけど、部屋の真ん中に、こう、なんていうの？棺桶がポーンと置かれてて。うん。で、その、まあもちろんそ、まあ、それもそういうセット失礼なんだろう、仕込みなんだろうけども、その棺桶があって、その棺桶のちょうど、こう枕元のあたりに、こう火がついたもん、ろうそくが立ってんの、2本。だから、なんか、ああ、そうか、そのすりガラスだっていうこともあって、この明かりがもしかしたら透過して、いや、違うな、蛍光灯の色だったもんな、さっき外から見たんだよな、変だなぁと思ったっけ。まあ、どっちにしたって、まあ、ここは、作った部屋だろうし、3階にレイヤー室なんて病院はまずないだろうからね。まあ、まあ、変な、変な作りだなおい。で、俺、その部屋から出ようと思って、ふっとそうと思って、あることに気づいたの。はい、はい。館内、火器厳禁付きって書いてあるのよ。おぉ。っていうことは、うん、まあもちろんそのタバコも含めて、その、火の気は一切持ち込まないでくれって、そこで使わないでくれっていうことじゃない。はい。
でも今、高校とろうそくがついてるんでね。と思って。大体、まあ、普通この手のスタジオだとね、人気のない場所に火をつけたままにしとくことは絶対ないわけだから、まあ、よほど何かその、今そのシーンだけ撮りたいということでもって火をつけたんであれば、必ずそこに、必ずその火を守ってる人って要因っていうのが必要になるのよ。うん、で、そこで俺思ったわけ。ああ、さっきすれ違った彼女ってここにいたのかもなって。ああ、はい。うん。まあまあまあ、どっちにしたって、君の悪いことこの上ないよね。その、顔桶があって、ろうそくがあって、そこにあの、ねえ、メイクを施した看護師がいるってのはすごいじゃない。すごいですね。見たくないですね。うん。まあ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 、と思って、まあ、まあ、とにかく全体がなんとなくそういう、ふんわりとした流れなんだろう。これ完全なホラーっていうよりも、お化け話みたいな、そんなような DVD で行くんだろうなっていうふうに勝手にこう三段をつけて。はい。うん。まあ、とにかく、階段降りて自分が当てがわれた控室に戻ったさ。はい。で、テーブルの上にこう、ほんと、見てみると、いっぱいこう飲み物だとかお菓子なんかこう用意してあって。うん。とりあえず、どうすかな。このお茶でももらおうかと思って。ペットボトル開けて。で、その中のお菓子一ついただいて、袋を開けてこう、いただいてたんだ。うん、すると今、その俺がいる部屋には、扉がこう、ね、廊下の方に、出入りするための扉がついてるんだけども、この扉が、勝手にこう閉まっちゃう系の、そういう、こう、あれがあるじゃない。あれな、あれなんて言うんだろうね、あれね。なんか、さすがに俺もそこは知らないけど、オートダンパーだったかな、とかなんとかっていう、ほら、よくドア開けるとさ、手離すと勝手にクーって閉まってきちゃうのあるじゃない。はい。そんなのがついてるもんだから、俺が入った時点だもんって完全にカチャーンって閉まっちゃってるわけだよ。ああで、ここにはその、外っていうか、そのまま廊下からも見える、ガラスのね、すりガラスの窓が、さっきのレイアンスと同じようなさ、窓が蓋ついてるんだけど。はい。そこをね、こう、影、こう、行き交わすわけ。ほんで、また通ったら、じゃあやっぱさっきの勘違いじゃねえな、ってこう思って、まあ大概そういうね、昔からある病院っていうのはもう床がピータイルになってて、はい、まあよっぽどの、まあ本当にその昭和初期だとかなんかに作られた病院っていうのは木の床ってこともあるかもわかんないけど、でももうそういう鉄筋コンクリートでできた病院なんてのはもうほぼほぼ、もうほぼ100で、ピータイルが貼られてるわけだよね。はい。で、ピータイルっていうのはその学校時代なんかでもって思い出がある人もいるとは思うんだけども、歩けば必ずキュッ、結構音がするんだよ、うんうん、でもさっきからなんかここをこう行ったり来たりしてるその影っていうのはどうもその足音がないんだよな。ああ。でも間違いなくそのそこをスーッて行き過ぎるのよ、はい、なんだろうな、何が通ったんだろうと思ってるとまたスーッと通る、うん、だけど今通ったのもさっき通ったのも割とドアギリギリの位置を通ってるなと思ったんだよ。あしかもその背丈からすると大人ではない子供、うん、うーん、もしかしたら子供のなんかこう役者さんがなんか頼んだのかなと思って、まあまあまあ、うん、ちょっと見てみるかなと思って、そのペットボトル、ポンと置いて、で、ドアに近づいて、ドア握って、それを回し、キューッと、向こう側が開いてみたさ。はい、その途端、すぐ近くから、タタタタタタタって走る音が初めて聞こえたのよ。うん。だそれまでも同じぐらいの勢いでもって、行き返ししてるのに、全くその音が聞こえない。窓、その、ドアを開けた途端、いきなり目の前というか、すぐ近くから向こうに向けて、タタタタと走る足音が聞こえるっていうのもさ、なんだかなっていう感じでしょ？はい。うん。で、なんだと思って、こう、キューって開いてみると、大人用のスリッパを履いた、こう、小学校、そうだな、1年生か2年生か、
そのぐらいの男の子がいるわけ。で、はっきりその俺覚えてるのは、白地に、こう、水色のこう、ゾウさんが、たくさん描かれた、こう、パジャマをつけてね、上下、ついになってる。はい。で、廊下の突き当たりを、こう、右に折れて、見えなくなったんだけど、んーと思って見てたら、そこから今度、ひょこっと顔だけ覗かしてさ、うん。うん。で、こっちじーっと見てんのよ。で、ああ、なるほど、やっぱりそうだ。うん、これ間違いなく、なんか、これも仕込み。まあ、さっきの、要はその看護師さんも仕込み、この彼も仕込みっていう形でもって、脅かすとか、なんかそういったことなんだろうな、と。うん、まあ、どこまでもなんだなと思ってたんだよね。はい。うん。ほんで、やっぱり、っていうのはね、それを、なんで俺はそういうふうに、こう、安直に感じたかっていうと、やっぱりその男の子の顔にも、その例の、ほら、自分の年を組んじゃないけどさ。あ、はい。もう白く塗ってこう黒く目の周りをこう塗るみたいなそういうようなメイクが施されてるように見えるのよ。ああ、はい。うん。だからもうさっきのね、看護師とお釣りだからさ、それじゃあさ。うん。と思ってたら、中村さん、お待たせしました。すいません。大変長らくお待たせしましてっていうその声が聞こえて、で、地下で撮りますんで、ご用意か、すいましたらお願いします。とこういう声かけられたわけ。はい、で、とりあえず、身支度を済ませて、その地下の階段をこうずっと降りていったんだ。で、その日、俺がその披露したのってね、これね、アマゾンプライムかなんかに多分上がってるとは思うんだけど、うん、その日ね、俺がやらせてもらったのは、例のその化粧鏡っていう話で、ああ、はい。うん。だいたい20分ぐらいにまとめてくれればってようだったので、うん、別にね、その日伸ばすこともないしと思って、普通にやって、それで、そこにいたスタッフさんにこう聞いたんだよね、俺。この度の企画っていうのは単に語るだけ、階段をこう語るだけっていうんじゃないんですね。え？って言われ。いや、だって看護師さんだとか、子供さんだとか、なんか、それで役者さんが入ってるでしょ？で、それに3階の、俺さっきちょっとね、館内見せてもらおうと思って、上の階だけ行ってみたんですよ、3階の方へ。これ、つけたりのところにあるレア室、なんかこう見せてもらったんだけど、棺桶が置いてあって、ろうそくがこう、火がついたままになってたんで。うん。だから、あ、なんか、そういった企画もんなのかなっていうふうに思ってたんですけど、違うんですか？ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。やめてください、ファンキーさん。本当に、本当に勘弁しない、勘弁しないよ。そんなの全く仕込んでないし、今度の企画、ね、この度の企画ってのはそういうことじゃないんですよ。もうあくまでも純粋にこういう話を取るっていうことが目的ですから。だからなるべくその芸人さんたちにもおちゃらけ、だとかずっこけなしでお願いしますっていうことは言ってあるんですよね。なんですかその看護師とか子供とかって。ナイスナイスナイスって言うんだよ。看護師からですか？そう。そう。ええー。これ、ええー、いや、ちょっと待って、それはおかしいよって言ったの。いや、だって本当にろうそくと線香に火がついて、その、あそこに、レアスに置かれてたのも、これの事実だし、で、俺、看護師とはその、3階上がっていくときの階段の途中でばったりで行くわしてるし、あの変なメイクした、看護師やって。え、まさかとは思うけどさ、今日ってこれ、いくら建物でかいからって言って、他のとか企画と収録がブッキングするってことないよねって言ったの。したら、いや、そんなことあるわけないじゃないですかって。ナイスナイスって。ってさ。で、もう俺はそんなこと言ってたら、ちょっと待ってくださいよって言って、俺の話終わるのを待たずに、そのスタッフさんが目の前にあった階段バタバタンと駆け上がっていくのさ。はい。だから俺も気になったから、俺もそれに引きつ、続いて3階まで行ったさ。うん。いや、ろうそくなんて冗談じゃないですよ。って、ここはもう借り現金っていう契約になってて、この度はろうそくも線香ももう持っていってないはずなんです。で、それをね、誰かが勝手に灯したとしたら、もうそれはそれでもう本当に後々問題になるぞ、おいって言いながらこう階段を駆け上がっていくんだよね。うん、うん。で、もう、なんか、メガネ、メガネもこんななっちゃってさ、なんかさ、メガネ、メガネ、メガネって言って、ああ、って。それで階段上がってって、うん。で、
3階に着いた俺たちが、その廊下の奥の方に、その、まずは、レア室ってことだったんで、廊下の突き当たりの方に向かって歩き出したら、奥の方から、タタタタタタタ、キャーキャーっていう、子供の声がするんだよ。はい。ほんで、もうこっちから見ると、遥か向こうに見えるその突き当たりの、その T 字のね、廊下を、左側から右に向かって子供がタタタタタって駆け抜けたの、俺もそのスタッフを見たわけさ。うん。そうしたらそれ見た途端そのスタッフさんが、うわえ本当だうわ中村さん見てるとあれですかって言うから、もう白地に水色のゾウさん。うん、もう、まあ、その位置からはね、そのさっきよりはかなり遠かったので、そのゾウさんまでは確認できなかったけど、でも間違いなくまずそのあの子だと思うよ、と。うん。だからもう、いや、さっき俺が見たら俺間違いないと思うわ、って言ったさ。はい。で、廊下をこう、突き当たり右に曲がった先にあるのは霊園室しかないから、他には部屋がないからね。で、そう行ってみて、こう、俺たちがそこまで近づいてみたら、その、さっき俺が見た、その二つの窓の内側でも真っ暗だよ。ああ。ほんで、なんだよって言って近く寄ってみて、ドア開けようとしてもがっちり施錠されてんだよ。ああ。うん。っていうことはさっきのあの子は、その霊園室になるってこと、いるってことになるじゃん。はい、はい。だってそっちに向かってったんだから、そこで消えちゃったんだからね。はい。ちょっと他のスタッフ呼びましょうか、って言ったら、いや、今、そのスタッフさん呼んで鍵を開けてね、これは、この部屋開けたところで中にあの子はいないと思いますよって。え、だってさ、確か見えましたよねって言うから、いや、うん、なんとなくね、俺そんな気がするんだわ。うん。とにかく、俺たちでね、そこの霊園室確認してみましょう。っていうことになって、うん、まあ、本当に近くまで行ってみたんだけどね、もう完全に、中なんても人がいる状況ではなくて、真っ暗なままになってて。うん、で、その後、なんとかその鍵をそのスタッフさんが持ってきて、中をそろそろ開けてみたんだけど、やっぱりなんかもぬけの殻で、そんな棺桶なんかの失礼もしてないのよ。ええー。うん。なんだったんだと。じゃあもう煙だって、俺、線香から煙が上がってるの見てるからね。なんだったんだ。すべてがすべてそれかよっていう感じじゃない。ああ、やっぱり子供なんかいませんよね。っていうことはやっぱり幽霊っていうことですかね。いや、俺見ちゃったなーって。うん。でもね、俺実はね、そのことで今だかつて俺ちょっとこう納得いかないところが一つあるの。おお、はいはいはい。あの時すれ違った看護師もパジャマを着たあの子供もね、なんであの顔に、あんなその誰かが施したメイクっていう感じの顔だったのよ。ああ。その人が亡くなった時にだんだんその血の毛がこう失せてって、ねえ、その血液、ただの子寝てるもんであれば血は全部下に下がっちゃうから、この背中側っていうのは真っ黒く死斑ができるんだけどね、血が溜まって。だけど、それでその顔色が悪くなるっていうのとは、もう明らかに違うんだよ。だってもう、本当に、あの、年寄りみたいだったからね。ああ、じゃあメイクは間違いなさそうなんですね。間違いなくしてあると思う。しかもあの、看護師だって、あんな髪の毛ザンバラにしてる看護師なんかいるわけねえしさ。ああ。それで、しかもその顔にだって、もう完全に白にグレーを入れてたからね、ここ。うん。ここ、こういうふうに。うんうん、俺それはっきり見てるんだよ、すれ違う時に。おお、すげえメイクだなと思って。うんうん。なんでそれがそんな形で。まあもちろんそのスタジオで過去に事故が起きたとかね。なんかそんなそのホラー系の映画収録中に、なんかそんな事件が起きたなんてことはもちろんないんだよ、そんなことは。うん。だからやっぱりこれも、いや不思議なことってあるよね。というふうに片付けるしかないのかなと。ああ、そうですね。ああ。本当あれが不思議。本当に俺、その幽霊が、実際に幽霊が出たとか、すれ違ったとか、なんとかっていうこと以上に、俺はあの、その二人が施してたメイクが、とにかく不思議。その二人、まあ、看護師さんと子供が、実際幽霊じゃなくて、なんか違う時空というか、うん、で、撮影してた役者さんで、そこと、なんか、マキーさんの何かが会っちゃって、うん、たまたまそれを見たっていうことかもしれないなと思うんですけど。うん、そういう説も出た、その時はね。うん、
うん、でも霊安室は説明つかないよなと思って。そうなんだよ、そうなんだよ。うーん、俺実際その霊安室入ってるからね、しかも開けて、うんうんうん、うん、いまだにね、それはね、俺自分で考えると、いや不思議だった、なんだったのかなっていう、本当にそう思うよね、あれはね。いやー、なんか全部をきれいにうまく説明しようっていうのが無理っていうことあるんでしょうね。そう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 、そうなんだよ、うん、だからその辻褄が合わないっていうね、うん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 、まさにまさにこのことだと思うよ、辻褄が合わないっていうのは。あ、そうですね、うん、なんかその看護師だってもうまるで押して測ったかのようにカリッカリのさ、ああカリッカリのもうなんていうんだ、どうやったら砂に痩せられるんですかって聞きたくなるような。ああ。うん。パリコレのモデルさんみたいな。うん、ほんと昔のね、そんな感じ。いやー、不思議ですね、そういうのね。うん。あれは不思議だったな。ねえ。その病院廃墟スタジオに、行った他の人が同じの見てたら面白いですね。そうだね。まあ、でもなんか確かその後から YouTube じゃないし、なんかやっぱり企画ものの DVD だったかなと思うんだけど、うん、そこの病院スタジオでなんかその怪奇現象が起こるって言って、はい。うん、なんかその焼却炉に勝手に火がつくとか、なんとかっていう、なんかそんな現象を捉えてたのかっていう、そんな、なんかどっかになんかあったような気がするんでね。え、うん。それもすごい話ですね。うんうん。ねえ、焼却炉なんかも使うわけないからね。うんうん。最近なんかわかんないけど、ちょこちょこと昔のそのレストアをやった関係の、ね、人たちから連絡があって、うん、中村さんもやってないんですか車っていう感じで来られて、いやー、うん、ごめんなさい、今やってないんですよねって、まあ、もちろんいじったりなんだりっていうことはやってるんですけどね、人様の車はもうやってないですねって言ったら、ああ、そうなんだ。でも元の連中やってますから、紹介あの、ね、しますよって言ったら、うん、いや、そういうんじゃないんだな。中村さんに個人的にちょっと見てもらいたい車があるとかね。うん。そんな感じで、ちょっと行ってくるね、やっぱり。あ、はいはいはい、どうぞどうぞ。うん、ごめんね、今来ちゃった。はい。釣った方が聞こえました。釣った方トイレでこんな苦労するなんて思わなかったね。はい、では続けたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、もう本当に、完全に、そうだね、手を引いたのが2014年なので、はい、ちょうど10年だったのかな。で、もう10年、ちょうどその10年の節目みたいな感じで、まあ、自分自身でもそんな風に感じてたことはしか感じてたんだけど、うん。まあ今になって、そんな話がちょこちょこと来たりとか。まあ、本当に今はもう俺自身が全くそっち携わってないからねっていう話でいつも終わらしてるんだけどね。はい。たまたまね、これがね、まあ今は令和になっちゃってるわけだから、その平成で話をするのはなかなか片付けない部分ではあるんだけど、平成26年の春だったと思うんでね。はい。昔からのね、その車関係のつながりである、その木下っていう男がいて、で、その男がね、1台のね、古い国産車を手に入れたのさ。はい。その車っていうのは、もともと、まあ、あの、なんとかな、その車種の中での一番その最上級クラスの車だった車で、まあクラウンなんだけどね。うんうん。で、今でこそ
まあ、いろんなロイヤルサルンダなんだっていうのがあるけども、あの当時っていうのはスーパーデラックス、まあ、その下にデラックスっていうのがあって、で、デラックス、スーパーデラックスっていうのはこれ一番スーパーデラックスな車だったわけさ。ああ、いや、うん。で、そのスタンダードのバージョンなんていうのは、まあ、当時本当に東京都内のタクシーなんかにもものすごい使われてて、うん。うん、タクシーであるとか、またパースイート、パトカーになったりとか、いう、トヨタ自体が、その自分のメーカーの中にパトカーコードってのを持ってて。へぇ。うん。その、まあ、要は自分のところで、自己取得できるパトカー専用のコードってのを持ってるんでね、トヨタってのは。うん。だから、その、クラウンなんかはもう毎回ずーっとクラウンのパトカーだったら、やっぱそういうことだったわけさ。と、ここへ来て、何を考えたか知んないけど、今までのクラウン全部やめちゃったじゃんか、結局は。あ、そうなんですか。そうなの、そうなの。もうやめちゃって、なんか SUV みたいな、なんとも言えない、ちょっと珍妙な、奇烈な車になっちゃったわけだよね。うん。で、まあまたこうやってセダンが出てくるみたいだね。またそっちの方の予約がすごいみたいなことが、この間ね、ネットニュースでは出てたけど、うん。で、うん、まあその男が持ってきた車って、っていうのが、まあ、そのスーパーデラックスに当たる車で、もうめったにそのもう最近ではね見ることのなくなった車だわそれはね。で、まあ、本人にね、もう一体どこで見つけてたのこれって聞いたわけ。そしたらほらお前に前にほら教えられた方法試したんだよとね。あれだよ、ほら、あの、郊外のさ、農家なんかを訪ね歩いてね、お宅に眠ってる車とかいらない車ありませんかって聞いて回るってあれだよ、つって。はい。ああ、まあまあまあ、それで俺も今までお宝随分発掘してるので、あ、うん、そんな話をチラッとやつにその漏らしたことがあったらさ、前にね。はい。で、埼玉の外れ、もう本当にここからちょっと行ったら群馬だよっていうあたりの、ある町を訪れて、で、点在する農家をこう一軒一軒こう歩いてた。そうしたら、家の前でもって草むしりしてるじいちゃんと、たまたまその知り合いになったと、その話でね。うん、で、そのじいちゃんの家には、おー、うちの裏に、以前うちの息子が乗ってた車が眠っとるけんど、農機具の置き場所にも困っとるし、もう必要ならで、持って取れても構わねえで、こう言われたんだって。で本当ですか？いや、本当だ、本当だって。別に、なんか嘘ついたでしょうね。うちだって、車庫は一つ開くと思いや、助かるもんだ。ああ、いつでもいいから取りに行きないって言われたんで、もう早速その日、とんぼ帰りで、その自分のところに戻って、トラックを持って、また行ったんだって。で、必要書類と、ともにね、全部そのやり取りをして、お金もちろん払って、それで車を引き上げてきたってわけよ。で、以前俺がやってたその古い車をリメイクしてってピカピカな新車同様に仕上げるっていうそのレストア業務を当て込んでの入手だったらしいんだわ。うんうんうん。だけど残念ながらその時点ではもう俺その仕事をやってなかったんで。ああ、はい。ああ。で、わざとらしくがっくりと肩をもう、迎えてどうやってやるのそれっていうぐらいガクッと肩落ちるんだよね。すごいよ。なんか、スチフンみたいなんだよ、なんか。あの、スチコに目覚める前のスチフンだね。うんうんうん。うん。で、うん、まあ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 、だけど、せっかくだから、今ほら、いよいよあの、引き継いでやってくれてるのがいるから、そこ紹介してやるよってこう言ったの。はい。で、まあ、長きにわたってね、室内にずっとしまってあった、まあ、あくまでも屋内保管だからね、それ。うん、うん。うん、屋内保管なだけにね、もう一切の直射日光だとか、風にさらされたっていう経緯がないわけよ。ああ。うん。だからもう車の内外装なんかはもう丸っきりの無傷で。まあ、ただね、どうしてもその塗装っていうのは今の塗装とあの頃の塗装っていうのは違うので。うん。だからもう、その経年劣化によって若干ちょっと泡立ってるなとかいう部分ってのはあったんだけど、でもね、逆にこう地面からこう立ち上る湿気であるとかね、様々な場所に、なんていうのかな、下がこう地べただからね、土だから。
だからそこからどうしても梅雨の時期とかになればわーっとこう湿気が下からこう上がってくるし、うん、っていうこともあってね、まあところどころにそういった意味での、下回りなんか錆び、は割とひどかったかな。その外見パッと見はいいんだよね、パッと見は、うん、だけど下を覗いてみると、あー結構腐ってんねっていう感じではあったのさ、うん、で、まあ、全部きれいに直してで新車同様に仕上げるっていう、でもそれ相応の時間も手間もかかるよって言ったの。それをね、まあ、その木下本人に伝えたんだけど、いやもういいんだいい、これね、いや俺がこんなこと言うと嘘くそく聞こえるかもわかんないけど、時間と金はね、もういいんだよ、この車に関しては。だってなんぼなんだって、お前、この車直して、お前、2000万は取らんだろ、いくらなんでも。そうだろ？だから、そう考えれば、いいよ、時間も、今すぐ使う車じゃもちろんないし。だからもう全部きちっと直って、綺麗になってから車検取るから。うん。だから、いいんだ、っていうのよ。で、まあ、早速そのうちに工場の方でもってね、その工程表、っていうのがこう作成されて、その、まあ、クラウンをなんとかその蘇らせるというプロジェクトが立ち上がったわけさ。はい、で、古い車のね、本当にその錆であるとか鎖であるとかってのは、割とね、こう、目に見えないところにまで回ってるもんなんだよ。うん、例えば、タイヤのこう内側って、よくそういうふうにこう目に見えないところっていうと、ああ、よくあのタイヤの内側のタイヤハウスの中ですよねって、いやいや、じゃ目に見えるでしょ、それはって。ね、こうやってやれば目に見えるってことでしょって。そうじゃないんですよね。例えば、そのボディの内側、完全にその内装をばらさないと見えないようなところ。ああ。うん。また、場合によってはその部品自体をガコッと外しちゃわないとわからないようなところ。そういったところにね、結構鎖であるとか錆って回るもんなんだよ。は。まあ、とにかくその工場に運び込まれた車ってのはネジ一本に至るまでもう全部外されて、一旦もう完全なもう一つのこう部品の山になっちゃうわけよ。もうネジ一本に至るまで全部外すからね。ああ。うん。で、もうその変わり果てたその車のね、姿を見て、うわーってなっちゃう人もいるから、だから絶対やってる最中来ちゃダメだよっていうの、俺は。うわーってなくしているんだもん、だって。あ、そうなんすね。そうだよ。あれ、いまだに忘れないけどね、2007年だったかな、かなんかに預かったフェラーリの 246GT って、要は D のっていう車があるんでね。はい。それを、その、もう新車以上のものに仕上げてほしいっていうことを思って預かったことがあるんだけど、うん、来ちゃダメだよっていうのに、陣地見舞いですって言って来たんだよ。なんかもう飲み物とか持って。はい。で、本当にそのうちの工場っていうのは、待合室があって、事務所受付があって、なんか爽やかな BGM が流れてて、そんなんじゃないから、うん、本当の工場なんで、はい。だから来られれば見えちゃうわけよ。うんうんうん。うん、だからもうその姿を見て、うわーってなって、もうブロ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 って泣き出してさ。うん。いや、ちょっと待ってくださいよ。俺たち悪いことしてるみたいじゃないですか、って。ああ。いや、だけど、こんなになっちゃう姿、見たくなかったなって言うんだよ。それどういう心理なんすかね。めっちゃ面白いけど、興味深いですね。ねえ。まあ、なんでも、その車、自分が新車で買った車らしくてね。はい。中古で買った車じゃないんだけども、やっぱり、うん、まあ、それなりに普通そういう車のオーナーってのは、まあ、年に何回かあるジャンボリーであるとか、いろんな車のイベントであるとかね。うん、そういったことに、こう、ちょこちょこっと出る。まあ、多くても週に一回、ちょっと何十キロか走って、あとはもう、車庫にしまっとくっていうのが多いんだよ、そういう人が。ああ。でもね、その人はそれを普段の足にしろってんのさ。ああ、はあ、はあ。うん。ほんで、なんだか、例のその、昭和の時代、俺たちがガキの頃にやった例のその、サキットの狼っていうね。はい。その、うん、漫画がバーッと表現された時に、もう何回もその撮影で、貸し出したことがあると。
うん、水色のリーノでね、すごく、綺麗な車なんだ。この間俺、そういえば久しぶりに、都内でもリーノと会ったけどね、赤いリーノ。あ、そうなんです。へぇー。うん。これ、ああ、もう本当に、な気持ちはわかるけどね、って言って、ちゃんと元通りになりますよね、大丈夫ですよねって言うんだよ、失礼だろ。失礼、そうですね。失礼ですね。そうだお前。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。もう、ちゃんともう、任せてくださいよって言ってね、まあ、納得して帰ったけどさ、でもそんな人がいるぐらいなんだわ、本当に。はあ。そう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 。うん。だからもう、うん。まあ、作業開始からね、その、まあ、クラウンいじり始めて1週間ぐらい経った頃から、うん、その、まあ、工場責任者として預けてたの、神山ってのがいたんだけど、はい、その神山から連絡が入ったわけ。うん、で、もともとこの男ってのは、大手の外車ディーラーの工場長を務めた人間で、もう、一時期、そのもう、その道では神様とこう、崇められたような経緯があるのさ、その人は。ほうほうほう。で、エンジンなんかの不調をね、耳だけで診断するんだわ。え、すごい。うん。こう、聴診器当てて。はい。ほんで、こう、まあ、F1 のエンジンなんかね、見る人ってのは聴診器を使ったりするけど。はぁ。聴診器当てるんだ。すると、うん。右バンク4番の、バルブスプリングだなっていうのよ。うん、ほんで開けてみると本当にそれがダメになったりとかね、うん、え、そこに到達するのに何年ぐらいかかるんですかね。すごくないですか。変態でしょ、完璧にねえ。本当に、あ、出た、あ、聴診器出ました、神山さんっつってみんなで。すごい、うん、そういう人はいるんだ。はあ、はあ、それでまあその人から電話があって、あのさ、中村、この車は、実際にお前も見たのかって、こう言ってきたから、いやいやいや、この度はだって、あくまでも木下が直接そっちへ持ち込んだろって。だから俺はまだ見てないよ。うん。ちょっと話しておきたいことがあるから、これからちょっとこっち来れるかって言うのよ。だから、ああ、もちろんもちろんつって言ったさ。いや、こんなこと初めてだったんだよね。話しておきたいことがあるってこう言った神山の声に、電話では言えない何かっていうのを直感したね、俺。うん。で、電話を切るとすぐに家を出て、で、ファクトリーに向かったさ。で、現地へ着いてみたら、その事務所には立ち寄らず、直接、隣接した、その工場の方へこう行ったんだわ。まあ、事務所ったって、もう倉庫だからね、ほとんどね。おお、もう早かったな、もうあれからすぐ出たろ。うん、そうだよ。うん、まあ実はな、ちょっとこの車のことなんだけど、少々気になることが起こっててな。まあオーナーに、木下に直接伝える前に、まあとりあえず先にお前に知っておいてほしいなと思ったんだ。で、こういうのね。で、いきなりね、そう言うと、その、まあ、畳んであったパイプ椅子を一つ、俺の前にふっと差し出してきて、それに腰掛けながら、まあ、俺とその、ほとんど今もバラバラになって、部品のこう、山となった、それをこう、眺めてたんだよね、なんとなくね。あー、スーパーデラックス、へぇ、ピアノブラックっていう言葉がしっくりくるような色だね、おい、と思いながら見てたの。うん、それね、その神山が話し始めたさ。俺はね、まあ、かれこれ40年近く車に携わって生きてきたんだよ。まあ、その中には本当にひどい事故を起こした車もあったし、何度直しても同じ箇所が壊れるっていう不思議な車もあった。うん。それはわかるだろ。わかるわかる。だけどな、中村、こんなケースは未だかつて、俺経験したこともなければ聞いたこともない。今から話すことをお前が信じようが信じまいがお前の勝手だけども、俺は悪いけど嘘や冗談は言わんからな。それは知ってるだろ、長い付き合いなんだから。だからそこをしっかり腹に置いた上で聞いてほしい。で、こういうのね。
この男ね、寡黙なんだわ。すごく、すごくその寡黙で静かに一人で、その工場内に小さくクラシックを流しながら、あの、CD デッキかな、CD ラジカスかなんか持ってきてね。それで静かにそのクラシックかなんか流しながら仕事をする男なんだ。で、本当にその長いこと付き合ってた俺から見ても、そんな表情をしてるこの男を見たことがないのさ。なんとも言えないその苦悶に満ちた表情というか、腕組んじゃって何かをこうじっと一点をこう見つめる。っていう、本当にそんな顔だったんだね。初めの異変はな、こいつが運び込まれてきた、その次の日、次の日の朝だな。もうバッテリーも空っぽ、まあ残ってるガソリンも当時のままだから腐ってるから、もうオイルもダメ、何もダメっていう状態だったから、もう積載車で運んできて、まずはもうみんなでここまで押しこくって、この工場内へとりあえずは突っ込んだわけさ。エンジンかけらんないから。その日はそのとりあえず見積もりを上げたり、工程表を作ったりが忙しくて、で、結局車には手をつけられなくて、まあ頭から工場に突っ込んだ状態のままで、俺たちみんな帰ったんだわ、その日。ところが朝になってここへ来てみると、なんとこいつのこう置いた位置が前後逆になってんだよ。え？いや、だからよ。さっきも言ったろ？なんとかここまで数人で、10人もいりゃさ、どっかでもって展開もできるさ。一人がハンドルオペやって。ほんの何人かね、3人かお前4人しかいないんだよ、お前。その状態でもって、お前、どっかでもって展開させて、U ターンさせて、頭振って、ケツ振ってって、やってらんねえだろ？だから、積載車から下ろしたやつをそのまま頭から突っ込んだんだって。この工場に、そこへ。ところが次の日の朝行ってみたら、それがちゃんとバックから入ってんだよ、車が。バッテリーなんかないんだよ。空っぽだよ。いやー、いや、しかもな、しかもおかしいのは、こうシャッターを完全に閉めたって完全に閉め切った状態になってんだろ？それをガラガラガラっと開けた途端、その中にな、なんとも言えない、その、こういう古い車の、まあ俺たち古い車しかやらないからあれだけど、古い車独特の排気ガスの匂いってあるじゃねえか。要は何にもその、今風のろ過装置も何も通ってない、規制も何にもかかってない、本当の自動車の排気ガスっていう匂いだよ。ガソリン臭い。あの匂いが工場の中にも満杯よ。満杯。もう、今こう、火つけたらやばいんじゃんっていうぐらい。そんなことはないんだけど、ないんだけど、そのぐらい、すごい匂いがしたのよ。もちろん、がっちり施錠したまんまだよ。工場なんかはな。もう、お前も知っての通り、シャッターが閉まった状態のまま、こんなかと思って車展開なんかできるわけねえんだからさ。こんな狭い工場なんだから。あら？まあ、大体してな、万が一誰かがここへ侵入して、その間に、まあ、そんな既得な奴はいないと思うけどな。わざわざその前後をさ、もちろんこれやりやすいさ、こっちの方が。後ろから入ってる方が。ねえ。だけど、その状態に誰かがしてくれたとすれば、セコムが来ちゃうから。でしょ？そんな通報だって一切入ってないわけだよ。まあ俺一人でさ、俺が毎日な、大体そうだけど、昔からそうだけど、俺が最初にこう来んだろ？で、しばらく考えてたぞ、腕組んで、こうって。ってこう考えてると、急にバカバカしなってきたな、なんか。そんなことあるわけねえじゃねえかって。だから、まあまあまあいいや、ってんで、コツコツとこいつの解体にこう、取り掛かったのよ。で、昼までの間に、まあ、あれ方の作業を進めて、で、持ってきた弁当を事務所で食べようと思って、そこの流し台で持って、手洗い始めたよ。こうやって。な？そしたら、まるで俺がこう、鼻歌のようにして、こう、口ずさんでる、ある一節に気づいて、で、え？ってなって、
手止めたのよ。え？何？お前は、鼻歌？ちょっと聞かせてくれよ。いや、そういうことじゃないよ、お前。いや、だから、お前鼻歌歌ってるなんて考えらんねえもんだって、絶対。何を歌ってたんだよ。いや、だからよ、その、歌じゃねえんだって。俺がね、思わず、口にしてて自分でドキッとしたってのは、般若心経ってわかんねえ。お経だよ。で、まあ、もともとこのね、神山っていう男はそういったことに全くその無神論者であるが、ゆえにと言っていいのかどうかわかんないけど、もちろんその自分自身の家にも仏壇はないし、実家にはあるとは言ったけど、自分の家にはないし、俺自身が話すその怖い話、怪談だっても全然まともには受け負わないんだよね。うん。全然。うん。そういう男なの。なのに、お経だって覚えた試しもなければ、満足にそれを耳にした記憶さえないと。うん。であるにもかかわらず、工具を片手に口からついて出るのは、般若心経の始め、一番最初の始めの部分。ね、漢字財宝札、般若波羅蜜多っていう、ここばっかりループと思って口から出るんだって。へぇ。ああ。ほんで、それでまあ自分でそれに気づいた神山は、とにかくその工場内に、流れる音楽ね、音量をとにかくガーッと上げて、さっさと事務所へ引っ込んで、昼飯を食べたんだと。するとな、食べ終わって、缶コーヒーでも飲もうかなと思って立ち上がろうとした時だったよな。突然一本電話が鳴ったんだ。で、俺出てみると、まあ、ハンドメイドの部品を頼んでるところがあるんだろう。アルミの削り出しだとかさ、チタンなんかの加工なんかもそうだし。ああいったものを頼んでる工場があるじゃないか。で、ああ、そういや、今日部品取りに行くんだったなって俺思い出したんだよ。そしたらその先方が言うには、これから出かけちゃうので、できれば午後1で部品取りに来てほしいんだよなって、こう言われたわけ。で、まあ俺急いでね、とにかく、まあ昼飯食べ終わったんで、急いでそこへ向かったさ。で、往復で2時間ほど、まあ工場を開けることになるから、で、俺がまたここへ戻ってくると、ここの向かいに、神田さんって言うんだろ？その神田さんのところのじいちゃんのほら、昔のセドリックも一回直したことあったじゃないか、うちで。覚えてるか？茶色いセドリック。で、その神田さんの奥さんがさ、けげんな顔したままこうじーっと見てんだよ。で、俺、もう昔からね、本当にいい付き合いさせてもらってるっていうのもあるし、だから俺、あ、こんにちは。何です？何かありました？で、あくまでも明るく俺はこう聞いたんだよ。そしたらよ、たまたまこう外にあるポストを何か郵便物が来てないかと思って、自分の家のね、その確認に外に出てきた神田さんの奥さんが、その時、そのファクトリー内で起きてる異変に気づいたっていうのさ。もうその時点では、神山はそうにはいなかったから。で、いつでもかつでも、もうそのスタッフが3人も4人もいるわけじゃなくてね、本当にそのスタッフが必要な時に必要な人間が来て必要なことをやるっていう感じでもってその当時は回してたから。だからしばらくの間はその神山が一人でそれをやることになってたわけだ。で、その部品を取りに出たんで、結局そのシャッターはまたバシッと閉めた、セコムをかけたっていう状態で、神山は出かけてるわけなんだけど、ぴったりと閉じたシャッターの内側から、ガン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 。ガン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 。ガン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 って音がするんだって。ほんで、しかも何か、誰かが、そのシャッターの内側にいる誰かが、シャッターを内側から叩きながら何かを叫んでる声がすると。で、なんだろうって、思ったんだけど、でも実は、その、神山が言う、実はな、っていう、その持ってつけて言いたくなる、その内容っていうのは実はそこじゃなかったね、実際は。
いや、お前も知ってると思うけど、神田さんは冗談言うような人ではないから、まあ、俺はてっきりその場内に誰かが侵入したんだと、俺は考えたんだよって。だけど、まあ、防犯、まあ、正直、まあ、さっき俺もチラッとセコブって話はしたんだけどよ。まあ、本当のこと言うとお前に怒られると思うから、なんとなくさっきそうは言ったけども。まあ、どうせ1時間ぐらいで戻るんだからと思ったから、めんどくせえじゃねえか、セコム、いち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 。そうだろ？帰ってきたんだ。もう、すぐに解除しなきゃダメですさ。だから俺、セコムかけないで出たのよ、実は。ここで、周り見てみるんだけど、事務所のガラスが割れてるとか、まあ、そんなこともない。シャッターだってこじ開けたとかいう形跡もない。とにかく事務所から工場側へ入ろうと思って、俺がその工場に向かって歩き出すの、神田さんの奥さんが後ろから引き止めるのよ。神田さん、すごい引きつった感じで、神山にそーっと近づいてくると、声を潜めるように、こう言ったんだって。神山さん、中からね、お経が聞こえるの。え？お経が聞こえるのよ。うちとは宗派が違うと思うけども、般若心経ってわかる？おー！って、その時その、それを聞いた瞬間、神山がうわーって総計だったと。で、万が一に備えて警察に連絡を入れて、で、その、駆けつけた警官と一緒に工場内をこう上げて確認するんだけど、そこに不審者の姿は一切確認できなかったと。おー。本当にか？いや、嘘だって言ったってしょうがねえじゃねえかよ。本当なんだよって言ってたら、いきなりその目の前にある、よくありがちな事務所用の電話みたいなんでしょ？あれが、ブラッブラッブラッって鳴り出したわけ。すっげえ二人でもって、うわーって飛び上がって、びっくりしたんだけど、で、出てみるとね、その車をそこに入れて木下からだったのさ。うん。で、あ、もしもし、あ、木下だけど、って、この間入れた、クラウンなんだけどさ、あれってもう手つけちゃったから。もし、まだだったら、キャンセルしたいんだけど。キャンセル？いやー、参ったよ、中村。本当でなんでお前そこにいんの？って言うから、いやいやいや、うん、まあちょっとな、たまたま用があってこう来てるんだけど、おう。で、どうした？いや、今日な、まあ、今さっきは、車がもともとあったの農家ってな、あそこ行って、まあ、譲渡所であるとかさ、そういったものに印鑑をついてもらおうと思って、で、親父が、いたもんだからね。で、あ、親父さん、この間ありがとうございました。譲渡所と委任状と、持ってきましたんで、すいませんが、犯行にね、していいですかって。お、いやいや、じゃあ、うちの方が変な、お茶でも出せや、って言って、家の中にこう入って。ほんで、こう、印鑑を、昔の人ってね、よく印鑑を見る、こう、はーって、やるでしょ、うんうんうん、で、はーってやんだって。ね、うん、で、書類にこう、つきながらね、よし、なあ、よし、これで、せがれも成仏するだろうってなって。うわぁ。ほんで、って。どういうことですって、聞いたら、なんと数十年前、ね、自分で始めた事業に失敗したその親父さんの息子ってのが、あの車の中に排気ガス引き込んで自殺したっつうのよ。うわ、そういうことかぁ。うん。ほうで、うわぁ、もう、とにかく、まくし立てるわけよ、木下が。いや、だからさ、俺もそんなことになってって知らねえからさ、って言ったら、ちょっと待てって。目をもう手遅れだよ、お前。もう車完全バラバラになっちゃって、もう必要な部品も、もう、ダメになってる部品なんか、使えない部品なんかもあるから、もう各所にも全部発注出しちゃってるもん、もう。え？
今からもうそれ全部元通りにして、な、例えばだよ。今ここまでの状態になってるだろ。これお前元通りにするだけだって、お前それ相応の金額かかっちゃうよ。でしょ。そうか。うん。そうだな。そうだよな。何も直さないで元通り組んで金払うのバカらしいもんな。うん。アコリの商売だな、お前。何言ってんだってさ。貴様は、お前、そこでお前、その言う言葉間違ったら、お前、長生きできねえぞ、お前。つって。え？おまあ、うん、分かった分かった。じゃあ、わりわりわり。まあ今、俺もさ、今さっきそんな話聞いたばっかで、ちょっともう、心のやりどころがなくなっちゃったさ、今、俺もちょっと突発的に、うんやめようかななんて思って電話しちゃったんだけど、そうだよな。うん。じゃあ、予定通り頼むわ。っていうことにはなった。その数ヶ月後、もうそうだな、5ヶ月ぐらいかかったかな。エンジンのチューニングだとかそういったことってのはもう今回一切なかったんで、エンジンをとにかく当たり前に調子よく回るようになって、きちっと各種のバランス取りであるとかそういったことをやるっていうことだけだったので、そんなに時間かからなかったんでね、なんだかんで半年ちょっとかけるぐらいだったかな。で、まあ完璧にそのできた車なんだけど、結局でもその車ってね、一回も木下が運転することなくオークションにかけられて、そうなんだよ。で、いくらだったっけな、500万近くで売れてんでね。ああ、その修理料金よりも上に行ったんですか。ちょんちょんだね。ああ、まあ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 。うん。ね、うん、だからもしかすると、そういったそのジャンボリーで出てくる、あの手のそのクラウンズ、だけ集まるジャンボリーがあるから。うんうんうん。案外そんなところでお目にかかれるかもしれないね。ああ、そうですね。うん。あそうなんだよ。もう、本当に。あの頃多かったからな、その排気ガス引き込んでってのはね。あそうなんですね。だってさ、当時なんか本当にその俺がちっちゃい頃なんてのは、なんていうの？その、変なね、変な言葉が入ったんだよ。家付き、カー付き、ババ付きっつって。ああ、はいはい。わかるでしょ？うん、うん。その自分が結婚する相手男が、うん、その三原則があると。ね。うん、で、ババ付きかいって、ババ抜きじゃねえのか、なんて。うん。で、それだったら最高だったんだけどっていうような、そういう、それ要は、揶揄した意味なんだよね。はい。家付き、カー付き、ババ抜きだとかさ。うんうん、ねえ、なんかそんなような言い方をしたもんなんだけど、本当にこう、やっと一家に一台、ぼちぼちこの辺りから始まるかなっていう頃に、どこの家にも車庫がなかったんだよ。ああ、最初だからね。そう。ああ。そうしたらどうしたかっていうと、本当に当たり前に路駐してたからね、みんな。うんうん。そしたら、俺たちなんかだって、俺、虫取りに行くって言って、夏休み、俺渋谷に住んでた頃だけど、夏休み入って何、本当に1日か2日ぐらい経った頃に、裏の長屋の連中と、朝まだ暗いうちに出たんだよ。それで近くに幼稚園があって、その森があるから、そこに虫取りに行くって言って、みんなのことわーって出た時に、なんだこの車、なんだこの車って一人が言うんだよ。で、どうしたって言ったら、なんかさ、排気管にホースが繋がってるって、って言って、何してんだろうねって言って、バーって見に行ってみたら、そのホースが車内に入ってて、ガムテープで、こう、ベタベタって貼ったって。うわぁ。あの頃って、ここにこう三角窓がついてたんでね。三角窓。三角窓。って言って、ここにこう、こう、くる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 っと開ける、その、ここのところで三角に切ってあって、これだけ別体でこう、くるんって動いたんだよ、こうやって。へぇ、うん、ベンチレーションの役目で、そこからその風を取り入れるためにね。ああ。うん。そこからホース入れて、隙間ができるんじゃない、うん、そこをガムテープで、バーっとこう埋めてあったよね。はあ。で、中で男女が死んでたもんね。ええー、そうなんすね。うん。心中ですか。うん。だからそんなのがもう当たり前に起こるような時代だったから。ああ。
俺の方のね、前にも話した話でもって、例えば、同じようなことあるじゃない。やっぱり古い車で、中から遺体がっていうね。はい。うん、でも、それ聞いて思い出すのはさ、あの、大島くんと俺初めて、大島照くんとね、うん。はい。初めてイベントをやった時に彼が持ってきた話だったよな。うんうんうん、あ、練馬かなんかの物件だったと思うんだけど、はい、その家が、競売にかかって、うん、で、なんとかそれが落札されて、じゃあ家をもう一度きちっとその掃除をして、偽装しましょうっていうことになった時に、うん、あ、そういえばここってずっと半地下のカーポートに車が1台入ったままなんだったって、あれもなんか処理しないとダメだよねって言って見に行ってみたら、なんとそこの家の主がその車の中で死んでたっていう。おお、すごい、うん、うん、そのもう競売にかかって落札されてから遺体が発見されたんだよ。すごくない？あるかね、そんなこと。普通どこ見てたんだよって話だよな。でも、なんでチェックしないんですかね。そう、はあ。だからなんかさ、俺とるな、物悲しかったよ正直言って。そうか、うん、ここの家もとうとうもう俺の持ち物じゃなくなるんだ、すべて俺は自分の財産をこれで失ってしまうんだなって。よし、じゃあ俺もこの家と道連れだってんで、車の中でもってね、えそういうことになったわけでしょ。なんかね、切なかったね、それ聞いた時ね。そうですね。うん。ああ、まあそれはね、どうやって亡くなったのか、ちょっとそこまで聞かなかったかな。うん。うん、だけど、まあ自ら以外ないからね。そうですね。うん。まあまあ、そんなお話でございました。ああ。いや、なんか静かな話やけど強烈ですね、これ。ねえ、そうなんだよ。京都は寺町に住む、谷山という友達がいてね。はい。いや、先日、めっちゃ不思議なものを見て以来が、自分の周囲に怪しいことが頻発しているって連絡があったの。へえ。うん。で、その直後に神戸へ行く予定になってたもんだから、俺がね。うん。じゃあ、電話だと異様に長くなりそうな話なので、直接会って聞かせてくれって伝えて。はい。その時は電話切ったんだわ。うん。その晩のことだよ。本当にその晩。そういう話をしたその晩ね。はい。布団に入って間もなくね、突然こう、っていう、もう独特のその耳鳴りとも、耳が詰まる感じとも、こう、形容しがたい、なんとも言えないものがあるんだけどさ。うん、うん。もう、それが、こう、ガーッと襲ってきたわけよ。もう、その、過去にちょっと例がないぐらい、結構きつめな、耳鳴りで。ほんで、その後、やっぱり、まあ、それに、等しいほどの、強みの、こう、金縛りに見舞われたんだわ。ああ。でね、まあ、よく、ね、俺、その金縛りって話をするんだけど、俺、経験ない人にとってはね、おそらくね、ここまで聞いてもピンとこないと思うんだよね、俺ね。だけど、本当にその、まあ、例えば100人集まってもらったら、金縛りがあったことある人っていうと、俺はね、おそらくね、3割から4割ぐらいの人が手上がるんじゃないかなと俺思うんだわ。うん。で、まあもちろんその身動きがね、全くできなくなるっていうことももちろんなんだけどもね、単に動けないっていうんじゃなくて、場合によってはね、本当に この自分の今いるこの周囲に、もう強烈な人のこう気配を感じたり、耳元でもって人のこう寝息、吐息、そういったものをこう感じたり、もう激しく、場合によっては激しくこう体を揺さぶられたりね、または布団の中に足元から飛び込んできたり、うん、まあ、いろんなことがあるわけよ。で、その全てに伴うのはね、強烈な恐怖感なんだわ。ああ、恐怖感ね。すっごいあるんだよ、それ、こう、辛いんだよ、恐ろしいんだわ。うん、だそっからね、その直結して、もうありえない場所の映像が見えてしまうとかね、そんなこともしばしばなのよ。う
で、その、まあ、谷山と話をした、その晩に陥った金縛りっていうのがもう、ほんまさしくその通りで。で、もう本当に今まで経験したことないほど、ものすごい恐怖を感じて、もう同時にもうすぐにもう、自分のすぐそばに、あ、なんかいるって感じたんだよ、俺。そしたらね、その右は俺向かって右側なんだけど、そっちの方からね、息遣いが聞こえるのさ。いやー、怖それが、っていう、この息にちょっと声が混じってる感じ。ああ。うん。で、そんな風でこう聞こえるわけよ。はい。で、その何かってね、しっきりとね、そんな息遣いをこう発しながら、こう、なんとかな、その都度ね、こう、布団から顔だけ出てるじゃない俺の。その、顔、出てる、こう、唯一出てるその顔に、もう何かのその、なんとかな、こう息がかかってくるんだよね。で、まあ、その息に匂いがしたかどうかっていうところまで、俺、はっきりは覚えてないんだけど、だけど、本当にその、それすぐそばにいる何かっていうのは、しきりとね、そんな、こう、息遣いを、走ってくるわけだよ。それがすっごい気持ち悪いんだよね。で、もう、いつもやってるように、なんかいろんなことを言う人いる、その、金縛りから解ける方法は、なんか指を一本ずつ動かしていくとか、いろんなことを言う人いるんだけど、そんなことを書いてあるのを見た、ああ、なるほど、そうそう、こうやってすれば解けるのかと思いつつも、実際その、土壇場になると忘れてんだよね、全部。ああ、はい、はい。うん。もうでも、だけど俺の金縛りの解き方っていうのは、とにかくもう、とにかく全身に力を込めて、うん、もう、うわーっていう、そして必ず一回布団の上に起きることっていうのがあるんだよね、俺の。ああ、仕切り直しみたいなね。そう。はい、で起きないでそのまんま布団の中にいるとまた同じ継続でもってまた悲しみになることがあるから、あ、はあ、もう参ったなと思いながらもう死に物狂いでもうとにかく何がいるのか知らないけどもうどっか行けってそっから立ち去れって念じてたんだわ、うん、それがね突然ふっとその気配が遠のいて同時にその耳に染み入るように聞き馴染みのないある音が聞こえていたのさ。その音っていうのが、ごっつん、ごほ、ご、ごとん、ごとん、ごつん、ごこん、ぎ、ぎ、ぎ、ごつん、ごつん、ぎ、ぎ、ぎっていうね。で、それが、こう、次第に遠のいてって、完全に聞こえなくなると同時に、その金縛りから解放された感じなのよ。ああ。だから、まあ、一体その間何分あったのか、何十分あったのか、それ知らないけどね。でも、すごく長く感じたんだよ、俺、その時。ああ、もう滝のような汗、もう全身にもう吹き出してさ、で、目が覚めて。なんだ今のって今までこんな経験したことねえな、おい。なんだあの最後に聞こえた音とかね。そんなことをこう考えながら。いやー生まれて初めてだったな、おい。最後でも何かが動いてる音だったら何の音なんだろうな、っていうふうにこう思ってたわけ。この時、この時点では、まさかそれがね、その谷山の言った不思議なものと関係してるなんて全く夢にも思わないね、俺は。で、その数日後、今度俺、関西圏に向けて車で持って旅立って行くことになるんだけど、はい、もうその日はとにかく事前に谷山に連絡をつけて、彼の自宅付近にある喫茶店があるんだよね。なんかその、京都ってさ、なんか割と昔のその喫茶店が未だにいっぱいあるんだよね。ああ、はい。で、その中で今まで何回かやつとその待ち合わせにしたことのある喫茶店があって、そこで、時間を合わせて待ち合わせしたんだわ、うん。で、予定よりも若干早めに着いたもんだから、ちょっと早いけど、コーヒーでも飲んで待ってよと思って、指定されたその店に入ったんですよ。はい。もう、そしたら、お前はめっちゃ早いやんって声がして、ひょっと見てみたら、
なんと予定より40分も早いのにさ、もう谷山も店内で待ってんのよ。地元だよ。なかなかっすね。いや、逆にお前ことどうしたんだよって思う。もう40分も早いからって、こう聞いたんだけど、そしたら、いや、すごいその、険しい顔してね、こう答えたの。いや、実はな、お前に話そうと思ってる内容を、昔からちょっとご縁のあるお寺の住職に聞いてもろてんよって。するとな、その住職の口から、もういとも簡単にある回答が出てなと。まあ今からお前にもお言う話すけどな、まあほんまびっくりやで。こういうのね。元来この谷山って男はね、生粋の関西人の血を受け継いだ上がり男で、うんうん、で、子供の頃に見たデコトラの映画にこう影響されてね、今ではそんな車ばっかりをこう、揃えて、ウーソヤをやってるって社長なんだわ。で、あまりのトラック好きが災いしてね、未だにもう一人っきりっていうね。ははそう、奥さんも子供もいない、一人暮らしなんだ。はい。その谷山が終始目線をこう下にこう下げたような状態で何かを必死に思い悩んでる姿っていうのはもう後にも先にも見たことがないわけさ、俺からすれば。うん。ちょっと、中村はアイスでいいかって、まずさ、こいつにアイスコーヒーって、それと、僕にもおかわり頼ますって言って。で、勤めてそう明るく振る舞うんだけども、なんかね、やっぱり、その感じが、かわいそうに思えたんだよね、俺ね。なんかね、うん、なかなかその本題に入ろうってしない。ああ。うん、うん。で、まあ、だからあえて俺からこう、切り出してみたわけさ。何があったんだ、谷山。今のお前どう見ても普通じゃないよ。どうしたんだよって。いつもそんな感じじゃねえじゃねえか。なんかあったんだろって。早く早く話しなよって。せっかく俺ここまで来てるんだから。ああ、分かってる分かってる。分かったのに。でもな、中村、これからわしが話すことをな、お前、ほんまに笑わんと、最後まで、しまいまで本当に聞いてられるかな。そこやね。お前とはな、彼、これもう長い付き合いやし、まあこれからも仲良してほしいと思うとる。しゃあけどな、こんなアホみたいな話、ほんまやったら他人にはようせえへんねん。まあ、聞いてくれって言って話し出した。それまでこう、吸ってたタバコをね、廃材にもみ消して。わしんとこの会社はな、基本は産地から、こう、取れたての鮮魚を輸送しとるわけやんな。で、それはお前も知っとるやろ。な、昔はわし自身も走っとったんやけど、もう最近はさすがに夜通しの運転がきつうなってな。今ではもう、それは全て若いもんに任しとんねや。しやけど、わしもまだまだ隠居する身はないし、それなりに、やっぱり売り上げも、な、売り上げも上げやなあかん。で、近頃では、加工品な、魚のすり身やとか、西京漬けやとか、カス漬けやとかね。うん。あんなものをな、こう近隣のスーパーに、運ぶコースをわし自分で作って、車内でわしが自らこう運転してんねん、それを。トラックをな。偉いねお前。そうなんだ。乗ってんの今も。乗っとる乗っとる。な、体なまるしな。やっぱり腕薄っこいで、中村。うん、な、やっぱり無理しやなあかん、人間は。まあ、つい先日のことやね。まあ、夜中に荷積みして、で、まあ、各店舗へな、こうずっと配送に回っとるやろ。京都の木津川いう、その、まあ、ある、その大通りに差し掛かっている。ああ、このまま次の店舗へ行くには少し早いな、そう思ったわしはな。路肩に車止めて、で、最前方で缶コーヒーを飲んでたんや。するとな、どこからともなく何かがな、きしむような、ずれるような、何かを弾くような、なんともいい音が聞こえてくるやないかい。朝も夜も暑い日が続く、これや、なあ、
車内にはガンガンにエアコンが効いとって、まあそれを濁さんようにと窓はぴったり閉まっと。にもかかわらずやで。まるですぐそばから聞こえてくるかのようにな。聞こえてくるね。ゴツゴツゴトン、ジジイゴトン、カカゴゴン、ゴツンゴトンって。待て、谷山、ちょっと待て。なんて今。何がやねん。え、いや、せやからな、わしがコーヒーを、いや、違う、その後で、音。どんな音聞こえたって。で、俺がそれ聞いた途端、もう飲みかけてたら、もう口に含んだコーヒー吹き出しそうになったよ、本当に。うん。今彼が口走ったゴツンゴトゴトっていうその表現方法と、それからその、ものすごい、だから俺は秀逸なものを感じたよ、やつからはね。あ、うん、そのゴツンゴトゴトゴトっていうその音っていうのは、俺が先日強いその金縛りに会った時に聞いた音とは全く同じなのさ。うん。最初はな、車の不調会の音、これエンジンから聞こえてるんちゃうやろなと思って、あの手の音一番怖いやんか。な、普通にかかってるエンジン外で、突然こと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 言い出してみや。怖いで、それは。わあ、そんなんやったら、たまらんな、と。いや、違う。アクセルを、と、煽ってみても、エンジンはエンジンで普通に回りよる。でもこの音はエンジンの回転とは関係なく聞こえる。え、何やろ、この音。逆にその音は気になって気になってな。わしが目をじーっと凝らして周りをよう見回したんよ。こうやって自分の周りを。するとな、それまで全くそんなもんはなかったのに、突然そのあたりにそして濃い霧が立ち込み出しよったんよ。せやけど、その音はずっと続いとる。ゴトン、ゴン。ジジイカカン、ゴトン、ゴツン、ゴツゴツン、ゴトン、ゴゴン。心の中で、何や。一体何が起こってるんや。そう思いながら、ふと対向の車線側を見たらな。何や、薄ぼんやりとした感じで何かがこっちへ向けて、ゆっくり進んでくるのが見えたんや。めっちゃゆっくり。ゆっくりな。まるで人が歩くほどの速度やな。うん。スピード的にはそんなもん人が歩くぐらいのスピードやねんけどな。確実にこっちへ近づいてくるわけよ。それ何か。これ、まあ大きさとしては小型のトラック。そやな。もう2トン車をちょっと小さくしたぐらいかやろ。で、それがどんどん近づいてくるにつれて、それが見覚えのある実写やっていうことが分かって。実写。分かるか？奥平さんがよく牛に引かせて、こう、後ろにこう乗って、大きな車輪のついとる、木の車輪がついとるな。実写。牛の車と書いて。もうほんまにその、古くはもう平安時代やな。もう貴族の代表的な乗り物やったわけやろ。もう本当にここ近代ではもう古式を重んずるような、例えば祭礼屋とか、式典屋とか、またどっかの博物館屋とか、そんなとこ行かんとお目にかかることもないわ。だからまあ要はその五所車っちゅうやつやな。で、まあ、ほんまになんかこう、何やあれと思って何回も目こすって見るんや。で、そこが問題なのかな。誰かって知ってる通りな、実車やから、牛が引いてこそ実車やろ。馬が引いてこそ馬車やろ。何の動力も持たない一台の実車が、前に牛も馬もおらへんねんで、霧の濃い霧の中をな、ゆっくり進んでくるんよ。そこでな、私、それまで聞こえてきた、あるその音が、
ああこれ実車の車輪のキシモードやって分かって。なるほどなーって、まあ、そこまで聞いて、もう納得も得心もするわけですよ、やつの話はね。はい。まあ、そういえば、この間俺が金縛りの中で持って聞いたあの音だって、まあ、思い起こしてみれば聞き覚えがないというのも、まあ、俺自身がその間近で実写なんか見たことがないっていうのもあるわけだよね。うん、うん。だけど、谷山っていう男は、まあ、ご当地で開催されてるいろんな、その、古式、ゆかし、様々な式典であるとか、っていうのを、その、ちっちゃい子供の頃から、ちょっと見ながら育ってきたわけよ。ああ。うん。だから、すぐにそれが、その音が、パッとその姿を見て、あ、ぎっしゃやって、パッとこう、結びついたわけだよ。だ俺が多分その谷山の立場でもって、やつの車の中にいて、同じように対向車線側から近づいてくる、それを見ても、ぎっしゃだってのはすぐ多分結びつかなかったと思うんだよね。ああ、なるほどね。はいはい。うん、でね、でもそうなるとね、私の中ではもうなぜ一人であんなもん動いてんのね。なんで動いてんねん、あれ。え、牛どこにおんねんって。こうなるやん。で、次第にそれは、その正体を見てみたいという、こう、衝動に変わったんや。はい。人も車も通らん霧の立ち込めた真夜中の大通りやで。怖いとは思うけども、俺はもうとにかく根性据えてな、トラックの外へ降りようとドア開けたんや。その途端、すぐ耳元で、うわーっていう、声がして。もう、飛びて、もう、うわーって、せやん、だって、普段見たこともない霧、それに、動力のない月車、音、それを確かめようとして、一歩降りたところで、いきなり、うわーやで。おう、うわ、何やねんと思って、ここでもう驚いて、もう車内に、もう車の中取って返したわ。そしたらな、もうミラーあるやん。ミラーにな、今までね、つい今しがたまで、対向側の向こう側、は、こう、ゆっくりゆっくり来ててんで、それが、その、うわーって声で驚いて車内に戻る、戻った途端にひょいっと目に入ったのがバックミラーへ。そのバックミラーにな、つい今しがたまでその対向車線側におったものがな、わしのトラックのすぐ後ろに回り込んのんねん。すぐこの後ろにおんねん。しかもな、中村。その月車にはな、表面に普通はすだれみたいなものが下がっとんねん。な、そのな、すだれがあるところにな、めちゃめちゃ巨大な般若みたいな顔が張り付いとんねやんか。むっちゃ気味の悪い顔やで。で、それがな、口を開け閉めするたんびに、って声を出しよんのよ。お前それおぼろ車か。おー、それやさっき住職が言うてたそれや、おぼろ車や。わあ、同じや。いやあ、なんかちょっと感動まで覚えましたね、俺は。うんうんうん。もう、まあ、この際だからね、その妖怪がこの世にいるとかいないとかいう話はとりあえず控えましょう。はい、はい、ね。うん、だけど、うん、まあ、俺自身も今までいろんなそういう体験はしてるしね。だけどね、やっぱりその時にその谷山が見たっていう、それはね、おそらく、な、古くは鳥山石燕が書いて、まあ、その話を彼から、そうだね。まあ、鳥山石燕と、が、まあ、書いたものっていうのは、まあ、たくさんこの世に残ってて、それをさらにその現代版のタッチで書いたのが、いわゆる水木先生じゃない。はい。ねえ。だからもうそれを聞いた途端だよ。だから俺の中での感動がまずあった。おぼろ車、
すごいなって、やっぱ京都だなって、そんなことがあるんだなって思ったのと同時に、俺の心の中には何が飛来したかというと、うん、俺その話を最初にこの谷山から電話でもって聞いた日に似たような疑似体験してるわけだよね。はい。俺のその寝てるところのすぐ脇にすごい何かの存在を感じて、そこから声が聞こえたっていう、音が聞こえたっていう話したじゃない、冒頭で。っていうことは、それがいたのかと。うん。知ってますよ、おぼろ車、恐ろしいじゃないの、見てくれが。あんなのが部屋の中に現れたのと思って。まずそこにね、恐怖を感じたね。うん。もう、ところがね、やっぱりそのことがあってからね、彼の商売がすっごい業績が伸びて、もう今なんかね、自分でもともとはその水産加工にするための、例えば日落ちした魚とかあるじゃない、ブリとか、はい、マチとか、はい、で本来は例えば刺身用として一回おろしたんだけど、それは売れ残ってしまうと、それ捨てるわけにいかないから、ちゃんと鮮度がまだ落ちないうちに、それを今度最強焼きであるとか、なんかにこうするために、水産加工会社に送られるんだよね。ああ、はあ、その送る、手助けを谷間してたのよ。だけど今、水産加工会社やってるからね。あ、そうなんすね。そう。へえ。もう自分のところで、もう加工して自分のところから下ろせるようにっていう、もう全部システム組んですごいよ。まあさすがにね、もう自節柄なんてことばっかり揃えてもいらないみたいだけど、うんうんうん、でも車、綺麗な車ばっかり揃えてるよね。そっか。まあそのうちあって、それから何か変わったことないのかってちょっと聞いてみたいなと思ってるけどね。あ、そうですね。うん、そうなんだわ。ああ、一回妖怪見た人は他にも見てそうですもんね。うん。そんな気がするよね。ねえ。うん。はあ。いやあ、それ気がついたら自分の車の後ろにいたってのはさ。ねえ。うえーと思って。いやあ、妖怪なんすね、やっぱりね。ねえ。この車。すごいやな。見てみたい気はするけど怖いな。ねえ。いや、でも、ファンキーさん見たようなもんですよ、それ。まあね。息遣いがね。さあ、そんなお話でございました。いやー、妖怪の話、ごちそうさまでした。またなんかやりましょう、次回ね。ねえ、ぜひ、はい、お願いします。はい、お願いします。さあ今日ね、話すお題も、割とちょっと、まあ、そんなことに根ざしたような話なんだけどね。うんうん、そうですね。これね、まあ、俺自身が直接関わった、ちょっと不思議な話なのさ。はい。以前話したと思うんだけどね、私が心霊スポット行かない理由っていう、話があるじゃない。はい。あれの、中で起こった、いろんな事件があって、それの、少し前、俺たちね、割とその本質を実際にこう、なんていうかな、自分のこう身に置くこともなく、本当にその、毎晩のようにこうね、仕事終わってから頻繁にいろんなところで歩いた、もう各地にいろんなところに点在する、いわゆるそのお化けが出る場所、という、まあ、その頃はね、心霊スポットっていう言葉がなかったので、はい。まあ、お化け飛んでるとか、何々お化け屋敷とか、何とかお化けの出る橋とか、ね、いろんなダムだとは何だろうって言っちゃいろんなところ、随分って言ったんだ。うん。でね、そんなある晩のことを、俺たちがね、いつものメンツで訪れたのは、とある郊外の山中に立つ一軒の山荘だったんだよね。でね、その山荘がもう廃墟になってるんだけど、そこに伝えられる、その一つの、逸話というか、ものが、
その山荘の経営に行き詰まった家族4人が無理心中を遂げたっていうのが、これがね、実はその巷に流れてる噂ではなくて、地元に実際にこうずっと伝えられてる、まあ伝えられてるというか残ってる、かなり信憑性の高い話なんだわ。だから決してその今みたいにそのネットが当たり前にあった時代ではないから、そういったものがそこら辺にこうバッと流行ってしまう、そんな話がね、流行ってしまったこともないんだけど、で、地元に行って、あそこの山荘乗ってたら、あんなとこ近づいちゃダメだね、なんて言われて、で、なんでですって聞くと、いや、実はあそこはこれこれこういうところで本当に良くないことが起こった場所だし、いろんな噂もあって我々ももう夜遅くあそこの周りでは通らんのだと。いうようなね、そんなことをこう教えてくれる人がいたりするんだ。ただ、あくまでもそこでの、その俺たちが聞いた、もともと知ってた噂っていうのは、そこに、それぞれね、そういう事件が起こった場所で、こんな風にその怨念渦巻くような場所なので、そこには幽霊が出るよという話ではなかったんだ。うん。うん、あくまでも、まあ、そこでそういう事件が起きた、廃墟だというふうにしかほとんど聞いてなかったんだよね。ただ地元の人に言わせると、まあなんかいろいろと良くない噂もあるしっていうのを初めてその地元の人から聞かされたみたいな感じなんだね。はい。で、まあ本当にその、ね、今と違ってね、まあ情報拡散するツールといえば、まあ雑誌であるとか、まあ何らかの紙媒体でしかないわけだよ。だからそこの、その、本当のその実情っていうのを知ってる人っていうのはほとんどいなくてね、その地元の人以外には。で、建物なんかの内部っていうのもそのまんまの状態で残ってるわけよ。例えば今のよくありがちな心霊スポットをなんか、ね、配信者なんか見るとさ、なんていうの、そういう YouTube なんか見ると、何を、どうしてこれ、どういう考えに至れば、ここまで人の財産をぶち壊すことができるんだろうっていうぐらいぶっ壊されてるじゃねえ。はい。あれ、俺見てるとね、本当にね、なんかね、切なくなるね。ひどいっすよね。ねえ、もうあくまでもさ、人が住んでようが何しようが、人の財産であることには間違いないからね、あれは。ほんで、まあそういったものも、その、そこの、山荘自体には一切見受けられない。いたずら書きだとか、いたずらされた、なんか窓を割られたっていうことも一切ない。で、建物が2階建てになってて、玄関を入るとガチャッと開けると、すぐ目の前に上へ上がっていく幅の広い階段があるんだ。で、その階段を、上がると、まあもちろん2階なんだけど、とりあえず1階からちょっと見ようっていうんで、ずっとこう探索していくと、恐ろ恐ろ本当にもう当時の懐中電灯だから、黄色みがかった光のさ、懐中電灯だよ、うん。で、そんなのをこう使ってね、もう恐ろ恐ろ廊下を進んでいく。で、その両側にこの部屋のドアがね、あるから、それをこう、一個ずつ中をこう確認していくわけだよ。で、その廊下の突き当たりにはトイレがあって、で、そこをとりあえず覗き終えた俺たちは、今度は反対側の壁にあるそのドアを開けていくわけよ。要は、なんていうの、今のその廃墟の歩き方って割とこう、もうドアなんかも完全にぶち壊されちゃって、どこが入り口だか分かんなくなってるみたいになってるけど、はい、本当にそこの建物っていうのはもう全く荒らされた後も何もないから、うん、屋根が抜けちゃってるとかそんなこともないので、だからそこへ入ってって、片側の方から見ていったわけ。要はその右側なら右側。見ていって奥まで行く。すると今度戻ってくる時に反対側、左側をずっと見てくるみたいなね。そんな感じにしてずっと見ていったの。でね、その時にね、ふっと俺がその地元の人から聞いた、その建物にまつわるね、ある一つのこの話を思い出したさ。そこの一家は、一つだけ作られた広間にある床の間のにかかってる横柱ってなんだよね。こう上の方にかかってる。よく自然木をこう使ったりこうするけどさ、こんなのね。そんなのがこう横柱ってなんだよ。そこに縄をかけて首を吊って亡くなったと。
だけど、今まで見てきた、俺たちがね、入って見てきた部屋っていうのは全部がこう狭い一人部屋で、で、そのキーワードにあった広い、なんかその広間におぼしきものはなかったのさ。で、それをみんなにこう伝えて、外の仲間の一人がね、こう言ったの。普通だけど広間っていうのは建物の真ん中にあるもんじゃねえ。うん。そんなだって横並びで一般の客室と一緒にはないでしょ、普通は。建物がこうあったとすれば広間なんだから大学校にあるんじゃねえのかな。そういった。だとすると、おそらくこの先のあの広間じゃねえ。まあそう言いながら彼がこう明かりをスッとこう差し向け、するとそのドアの上部のところに、かすれかかった、本当にこう消えかかった文字でもって、食堂ってあったのさ。ああ。ああ、なんか食堂って書いてねえ、あれって。あそこじゃねえかって言って、ああ、ここだ、ここだ。まあ、みんなちょっと言っとくけど、何が起こっても、何を見ても、絶対大声出して、うわーって一人で逃げちゃったりとかすんなよ。頼むよ、それだけは。怖いから、置いてかれたら。ね。頼むよって言って、それを念をして、で、まあ、みんな、うん、って言うしかないわね。それで、なんかこう、真鍮でできたドアノブが、そのドアノブをギギッ。もう、やっぱりちょっときしんではいたよね。ギシッ、ギシッ、ギシッって感じで思ったら開いたんだ。するとね、その、向こう一生懸命押したんだけど、お金借りかかってんだって。引くって書いてあると思うよ、それって言われて。うん。で、こう引いてみたら、その観音、でもってこう両側にバーンって開くんだよね、こういうふうに。おー、広いね、おい、これだな、これだ、これだ、ここだよ、お前、お昼間。って言って、その中へ入っていく。で、一歩、二歩、そっから進んだ通りに、おーおーおーおお、あれ、あれ見れ、あれ見れ。ほらほら、それそれって。誰かがそう言って、ある方向に、こう、明かりをスッとこう向けたさ。で、それをきっかけにしてみんながその光の方向を見るじゃない。そしたら、みんながそれぞれに手にライトを持ってるもんだから、一人が向けた先に向かってみんなのライトの光がこうバーッとそっちに集まっていくわけよ。すると、ちょうどそれがね、部屋のど真ん中に突き当たりになるんだけど、そこに大きなその床の間みたいなものがこうあって、で、そこの上の部分に、こう、横柱があって、まあ、自然木を使った感じではなかったかな。普通のこう割と太い柱だったかな。ボーンとこう横柱があった。そこに、三つ縄が下がったままになってんだよ。え、下がってて、しかも三つですか。三つ。で、その前にはね、その縄があるんだけど、その前には、こう、いくつも花束が、もう、まるでもう茶色くなっちゃってる花束がそこにこう、うわーっと置かれてるんだよね。ああ、これだよ、ほら。って言ったら、あるやつが、あれだけどさ、ここで死んだのって、なんか、引っ越し心中したって4人って聞かなかったっけ？これ3つしかないよね。なんか数、縄の数合わねえな。なんか、いや、俺が聞いた話だと、その4人のうちの1人は、まだ小さな子供だったって、俺は聞いたけど。だから、きっと、そういうことなんだよ。要は、まあ、親がその子に手をかけてね、その後から、その3人、大人3人がここへぶら下がったって、そういうことなんじゃねえの。何やれ、ちょっと見ろよって、あるやつが、おお、何やれ、何やれ、うわー、あれ見ろよって言うのよ。ね、はい、床の間の、要はその、まあ、そこにあるその壁っていうのかな、そこ指さしてんだよ。で、なんだと思って、で、他のやつらのライトもそこにバッと当たるじゃない。はい、でそこにね、あったのはね、壁、その壁って言っても、なんていうのかな。本当にその漆、まあ漆喰、まあその時代だからおそらく本物の漆喰っていう可能性の方が高いとは思うんだけど、真っ白い白塗りの壁で、そこにね、もう本
当にその典型的なその手を前にこうタランとこう出した幽霊の形ってあるじゃん。はい。ね、足の方がこうスーッとこうなっててさ、うん、そんなのがボーッとその浮かび上がってるわけよ。うん。なんであれシミ？うわ、それにしたってあれくっきり幽霊の形してるじゃん。いや、うわ、誰が描いたんじゃ、いや、違うと思う。よく見てみろ。描くんならもうちょっと上手に描くだろ、お前。いやー、これ多分なんかシミなんだよ、これ。うわー、ちょっと嫌だよ。もういいよ。もう出よう出よう出よう。なんか気持ち悪い。なんか俺吐きそうだってやつも出てきて。うん。じゃあとりあえず、減ってようかって言って玄関の方へずっと向かったわけ。はい。ほんで、とりあえずその玄関のとこまでみんなが戻ってきたんだけど、もう出ちゃうの？出る？帰る？って言ったら、でも2階見てないよなと、あ、そうだよ、2階見てないよって、じゃあ、いいじゃん、とりあえずは、その、ピンポイントと思って、ここっていう場所は今さっき分かったんだから、あとはちょっと2階をさ、ちょっと見てみようよ、っていうことになって、さっき帰りたいって言ったやつも、まあその時点では、うん、そうだなっていうことと思って納得した上でもって、俺たちは2階に上がってったのさ。その階段をね、そのさっき言った幅の広い階段を登っていくと、まあほとんどその室内っていうのは1階部分と同じような感じなんだよね。で、また同じようにその一つの廊下をずっと歩きながら右側の部屋からずっと見てって、突き当たりまで来る。で、突き当たりまで来るとこの逆の方向へ折り返す。で、1個目かなんかの部屋をね、見た時だったよ。突然ね、その、俺たちがさっき登ってきた階段あるじゃんね、その幅の広い階段。その階段の方から、つか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 ってすごい足音がしたのよ。うん。もう本当に、ただことじゃないよ。本当になんとなくカチン、なんとなくポン、なんとなくカリッとかいう、そんなもんじゃないよ。もうそのでっかい階段を本当に、ものすごい、なんていうの？こう、足に力を入れながら、もう上がってきてる感じで、ズカッ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 って上がってくるとかするわけよ。ほんで、もう本当に階段の方からだったんで、とりあえず俺たちもう一言も発することなく、その場に突っ立ったままと思って、その廊下の先っていうのに、こうやって光を当てたまま凝視してたね。はい。ところが、その足音っていうのは、その後階段を登り切ったあたりでもって、ふっつりと音が消えちゃって、で、もうそこに人の気配なんかないって、で、どう見たってどこを見渡したって人の姿なんかないわけで、ああ、やばい、もう出よって言って、とにかくもう、うわーってそっから逃げ帰ったんだ。うん。その次の日、俺がね、仕事から戻ってね、家でもって、なんかコーヒーだかお茶だか飲んでた。すると、その前の日に一緒に山荘に行った小泉って男がいて、こいつから電話がかかっちゃうさ。うん、で、あのさ、なんかほら、昨日行ったあの山荘なんだけど、もう一回行ってみねえかっていうのよ。この鬼を呼んで信じらんねえこと言うなよ、お前。何言ってんだ、お前って冗談じゃねえよって返したの。そしたら、だけどね、彼が言ったその言葉を聞いた途端ね、割と俺の心も大きくこう揺れちゃったんでね。っていうのは、いやー、実はさ、って、俺、昨日あれから家帰るとな、夜中だってのにうちの母ちゃん起きてたんだよ。で、俺の顔を見るとすぐに、あんたどこ行って何してたのって、突然怒鳴ったんだよな。で、今までは本当にうちの母ちゃんからそんなこと言われたこともなかったから、なんだよ、どうしたんだって聞いたら、驚いたの中村っていうね。なんとその昨晩小泉のそのお母さんっていうのは、家の中中から聞き渡る赤ちゃんの泣き叫ぶ声に目を覚ましたっての。夜中。で、その時間を逆算してみると、それが、ね、ちょうどその俺たちがあの山荘に出向いて、例の事件のあった大広間にたどり着いたあたりなのよ。ああ。うん。
で、それだけじゃねえんだよ。で、今朝になってね、俺自分の車を確認したんだって、なんか昨日、あんなところ行っちゃったってのもあって、車でも洗おうかなと思ってさ、確認したんだよって。そしたら、運転席のシート一面にさ、昨日あの床の間にあったあの幽霊みたいなシミができてんだよ。一面にってどういうことよ、お前。一面にって、いっぱい違うよ、お前。でっけえのが、あそこにシミがボコーンとできちゃってんだよ。そっくりそのままだね。いやー、やっぱりさ、中村、ああいった場所ってのは、俺、遊び半分で行っちゃいけないんだと俺は思うんだ。だからさ、あそこにほら、花が手向けであったろ？もう古くなっちゃって、カサカサになって、だからちょっと俺たち、そんなに大きくなっても立派でなくてもいいからさ、それぞれ一人一つずつ花買って、もう一回そこ行って、ちゃんと謝ってこようよ。って、こんなこと言うのよ。で、そうだな。それは言えるかもしれんわ、確かに。まあ、俺としてはでも正直な話、花を手向ける前にそのロープをそこから外してやってくれって俺は思うけどねって言ったのよ。うん。そうじゃない、だって。ずっとさ、それ誰がさ、そこへその花を手向けたのかわかんない。でもそれって、そこまで入っていってそこに花を手向けていくってことは何らかの関係者でしょう。亡くなった人と。であれば、手を合わせる前にね、花をそこに置く前に、まずはそこにさ、かかったまんまになってるそのロープをその外してやったらどうなると俺は思うよ。本当に。まあ、とにかくね、まあ、早速その胸を昨日行った連中みんなに伝えて、そうするとね、いや、実は俺の車にもシミができたとかいうやつが何人かいたのよ。あ、いたんすね。いたんだよ。ただ、ただその幽霊の形になったっていうのは小泉だけだったけどね。ああ。だけど、ありえない形で、まるで人がこう横向いて、運転席側に背中を向けるようにして、横向いて座ってるかのような変なシミができてるってやつもいたし。ああ。だからとりあえず、まあ、その数日後にみんなとこう予定合わせて、もう一回その山荘に行って、まあ、それぞれに、まあ、手にした花をこう手向けてね。で、本当にこう、ここを経営して、苦難の末に命を絶ったという家族に向けて、心から申し訳すいませんでした。遊び半分で、こんなとこ来て、騒がしちゃってね、本当にすいませんでした。っていうふうに、まあ、それぞれこう、哀悼の意を表したんだわ。で、その後、まあ、何人かの車に、そのね、現れたっていう、その幽霊の形っていうのかな。そういったものってのは徐々に薄くなっていって、時間がかかったんだけども、最終的に全てこう消えてなくなったらしいんだよね、シミが。でね、俺は本当に、だからこう、今までもいろんなところへ回って、そういったところも見てきたし、実際俺の周りでも自ら命を絶ったという人間も少なからずいるし、そういう現場にこう出くわしちゃった、またはその遺体を発見しちゃったっていうことも過去に何度もあったしね。なんとも、なんていうふうにそれをその表現したらいいのかっていうのはわからないんだけど、ただね、昔ね、何かの本で読んだ、そのある一節っていうのをね、思い出すんだよね。あのね、そういうね、こう書かれたの。自殺という行為は、人類すべてを一瞬にして消滅させる手段であるって書いてあったんだよ。ああ、はい。だからもう本当に俺たちにはね、なんかこう、実はどっかわからないところに、リセットとかさ、そんなボタンがあってさ、実は、どっかわからないところに、ねえ、なんか AB 上下上下上下じゃねえけどさコナミコマンドね。そうなんじゃないけど、なんかそんなようなねえ、痛みも苦しみも感じることなく人生を終わらせるなんていうことがねできるとすれば、それをね誰かの掛け声によって一斉に押してしまえば瞬時にこの世から人いなくなるからね。そうですね。
だからやっぱり、まあその山荘の主人一家がね、なんでそこまでその追い詰められたのか、その辺我が子に、まで手をかけて、っていう、まあそれだってその第三者からすれば、こんな子供になんか関係ねえのに、ねえ、大人の英語でもって子供まで道連れにしてっていうふうに絶対言うんだよな。でもやっぱりそれは、やっぱりその人たちにしかわからないことなんだよ。ああ、そうかもしれないですね。でもね、本当にそこまで追い詰められてしまう前に、やっぱりこの自らの苦悩を打ち明けて、で、相談に乗ってくれる人間っていうのは、たった一人でもいいからね、やっぱり持っとくべきだよね。ですね。本当だよ。まあ、その一家の主も、やっぱ親戚中回ったけどダメでっていうことかもしれないですね。そうだね。そうだね。だから手は尽くしたけどっていう、その場合はね、本当どうしたらいいのかなと思いますよね。ちなみにね、その山荘のあった場所はね、今はテニスコートになっています。おー。なんと華やかな。まあ、そのお話でございました。ああ、映えさせられますね。